福島県出身でソロのアイドル、そして同時にアイドル専門誌ラックユーアイドルパスという雑誌を編集し、城島がライブ活動を行う日本初のフルス編集アイドルとして活動しています。昨日タイムリーのことに、こちらラックユーアイドルパスボリューム17のこのね最新号がフラゲになりました。ゲストしてくれた皆さん本当にありがとうございます。こちら表紙はマネキケチャさんなんですよ。ですごい見ての通りね、あの浴衣姿がすごく可愛くて、で中もですね、今回はたくさんアイドルさんが浴衣で登場してくださっていますので、ぜひこちらの方をゲットしてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、ということで早速ですが、代表さんバンちゃんありがとうございます。ヤッホーこんにちはってことで来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そしてゆか伝説さんこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。そして、あ、なん、ひかるゆめにょさん、じょさん、こんにちはということで、あ、なんだっけ、ひむ、なんて呼んだらいいんでしょうか。ありがとうございます、来てくださって、よろしくお願いします。そして、小日向誠さん、こんにちはということで、こんにちは来てくれて、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。そして、超絶かわいいキティちゃん、ちらってことで、初見だ、あ、ありがとうございます。では、超絶かわいいキティちゃんに、初見ハイタッチしたいと思います。せーの、初見ハイタッチ。ありがとうございます。そして、タイチュンさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。あ、小日向誠さん、ハートたくさん、ありがとうございます。昨日も、いただいてしまいまして、すごく力になってます。応援、本当にありがとうございます。日向誠さんハートいただきましてありがとうございます。今回はこちらにもある通り、月金イエスさんというテレビユー福島さんの、こちら情報番組、月曜日からその名の通り、あ、やばい金曜日まで放送中の10時54分から11時20分の、こちら番組のリポーターを決めるオーディションにガチイベに参加させていただいております。ですので皆さんには毎日ね、最近連日、そうですね、25日までなので、6.5 日ぐらい、お付き合いいただくことになるんですけれども、で今日はもう折り返しなんです。なので、だってもう木曜日ということは、4日目、皆さん、もうここからね、後半戦に入っていくので、ますますちょっと気合い入れて、私も配信も頑張りますし、そしてなんといっても福島のたくさんいろんな情報を、皆さんにお知らせしていけるような存在になりたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。あ、赤羽さんこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。はい、そんな感じでちょっと昨日は、ね、イベントからの配信でちょっと夜ね、いっぱいいろんなこと配信しましたが、ちょっと待ってください、私の曲ちょっとかけた方がいいですね。これは昨日の名残で言う、名残で言うとラブ福島かな、これ。あ、落ちた、そうだ、
ただきました。食べました。ありがとうございました。おしゃれな美味しいもの。あ、かねちゃんこんにちは。すごい。あ、虹干しっていうんですか。あ、そうなのか。あ、お話ありがとうございます。あ、お名前ね。かねちゃん1位。ありがとうございます。すごい。皆さんこんにちはですって。てちちゃん、すごいびっくりしました。ありがとうございます。そして TKB さんもこんにちは。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそいつもありがとうございます。ゆずは何もできないですよ。ちょっと困っちゃったな。どうしようかなっていう。申し訳ないぐらいがね、あれなんですけれども。あ、まさか岩塩ってことで。あ、その岩塩を使って、ってか昨日全然お料理できなくて、多分なんか全てのパワーと、このラックユーアイドルパスをね、やっと出せたっていう安心感からか、そう、ブログ書いた後に、ブログ書いたのが遅かったんですけど、ちょっともう 寝てしまったんですよ。チョコレートいただきまして夜中に食べちゃったみたいな感じですけど、ありがとうございます。あ、たのともぱんさん、ありがとうございます。こんにちは。ラブ福島、よろしくお願いしますね。それこそここにちちちゃんのお名前も表紙に表一と呼ぶんですが、ここの下にありまして、まだちょっと買ってない方も手にしてない方がほとんどだと思うので、フラゲリだったか昨日が、あのね、このかなり関東の方にあるので、皆さんチェックをチェックお願いします。そう、てちちゃんファンの方には言ったけど、紫色を使ったってことだけは言っておきます。文字に最初ピンク色で文字を作ってたんですけど、あ、原稿の中のちっちゃいイリュジマさんのページをなんですけど、あの、もうこれで入稿といっても出しますよ原稿っていう時に、ちょっと差し替えていいですかって差し替えました。そう、表一はちょっと色のバランス上すいません、ここ紫使えなかったんですけど、中の木地はね、見せていいか。フェイスアイドルさんまだあんま発表しないんですけど、ここに載ってますよ、ちっちゃなお名前も大きめに色をつけて載せてくださいって言ってでもなんかすごい、でもなんかの今思い返せばごめんなさい、お一人だけなんか色が出てなんかすごい目立ってるね感じでできました。でもまあいいですよね、この感じ、これぐらい目立った方がいいと思うので。あかねちゃんも好きなチョコですよ。そう、あのなんか有名なチョコじゃないですか。でも私実際人生の中でそんなに食べたことがないことに気づいて、食べた気がぎょわってなってすごいびっくりして、わーって夜中にテンションが上がりました。ありがとうございます。あ、みやもさん、ゆっちゃん、こんにちはです。ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。こんな感じで今日もグッドな一日になりますように。ではですね、今日何をお話ししようかなと思った時に、今日はベキエスさんで言うと情報でお届けするのが木曜日だから、暮らしってことで、福島県に関するね、暮らしとかお住まいの情報とか、そうそうそう、最近やっぱり移住ブームじゃないですか。なんでかっていうと、もともとその、何年か前からかこう田舎暮らしとかこう自給自足の暮らしって注目されてたと思うんですね。でもやっぱりこのリモートワークが進んでから、その場所関係ないんだみたいな、お仕事する上で、ね、だってユスだともしかして